皆さんこんにちは、ノットイコールミーの富田菜々香です。のりはなです。今日は富田菜々香が童話桃太郎の丸暗記にチャレンジします。イエーイはい、1週間かけて覚えてきた。はい覚えてきたです。ありがとうございました。富田さん、はい、どうぞ。桃太郎何ですか？これを1週間で丸暗記してきてください。丸暗記？富田さん、ライブの MC でも喋ることをよく忘れたりしますよね。そうですね。これはトーク力を磨くための特訓です。1週間本気で頑張って暗記できますか？1週間、今後のためにも頑張ります。もしこの桃太郎を1週間で完璧に暗記することができたら、はい、富田さんの欲しいものを何でもプレゼントします。何でもですか？やります。じゃあ意気込みをどうぞ。喋りがダメなので、これを機にしっかり喋れるようになりたいと思います。頑張ります。そうって言って渡されたんだけど、うん、すごいね、うん、圧を感じましたもうなんかできたら覚えてきてとか言ってなくて、もう丸暗記してってことだね。うん、頑張ってください。何、はい、ちょっと気がしてる。なんでさ、そういうことに。なんかもうね、無理。ちなみにその桃太郎何ページあるんですか？とんでもないのよ。あら。あ、でも全部で14ページぐらい。おお。結構1ページに量あるもん、ね。やばいね。なんか2分ぐらいの MC の台本を覚えるのに結構かかっちゃう。大丈夫なのかな本当に。自信はどうですかその。今日の朝も家で読んできたんだけど、うんうんうん、朝はできた、うん、今はちなみに、ま、間違わずに読み切れたらご褒美があるみたいで、ななかのリクエストも踏まえてご褒美をガチでくれるみたいです。ノーミスで最後まで読み切れたら任天堂スイッチ3万円、1回のミスでスムージーミキサー5000円、 2回のミスで LED レングライト3000円、3回のミスでホットアイマスク300円、4回のミスでねるねるねるね100円となっております。4回まで間違えてもいいですが、5回間違えたらその時点で終了だそうです。読むのが止まっちゃった場合も終了になります。豪華ご褒美ですね。全部欲しいものを書いたんだけどねるねるねるまで欲しいものを書いたんだ。そう、そこまで欲しいんだね。そう、ちょっとでも一番欲しいのは、やるからにはうん強いよね。じゃあ本番はいけそうですか？ちょっと読んでもいいでしょうか？はい、どうですか？3分間時間をくれるみたいなので最後の勉強タイム頑張って頑張ってください。それではどうぞ。はい、それでは最後の練習は大丈夫でしょうか？多分大丈夫ですはい、ですね、ルールとしては、読み間違えたら私がこのブーボタンを押すので、これが5回目のブーになったら私が罰を出すので、そしたらチャレンジ失敗となります。はい、なのでこれが5回になったらおしまいですよ。厳しいね。はい、厳しくいきます。私も厳しくいくんで、それでは頑張ってください。はい、それでは富田菜々香で桃太郎すごい曲振りちょっと桃太郎丸暗記お願いします。いきます。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんとおばあさんには子供がなかったので、子供が欲しいといつも願っていました。ある日のこと、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。すると川上から大きな桃がどんぶらこうどんぶらこうと流れてきました。おばあさんが、甘い桃はこっちへ来い、酸っぱい桃はあっちへ行けと言いますと、桃はおばあさんの方へどんぶらこうどんぶらこうと流れてきました。おばあさんは桃を拾って家に持って帰り、戸棚の中にしまっておきました。
ないことに変わりました。桃太郎はご飯1杯食べると1杯分、2杯食べると2杯分、どん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 大きくなりました。そして一つ教えるとどうまでわかる賢い子供になり、村一番の力持ちになりました。ある日のこと、桃太郎が言いました。鬼ヶ島に悪いようになると聞きました。僕が行って退治してこようと思います。どうか僕に切り団子を作ってください。おじいさんとおばあさんは、お前のような子供が鬼退治のできるわけがない、危ないからやめておきなさいと言ってくれました。けども桃太郎は鬼退治に行くと言って聞きません。聞きません。仕方がないので、おじいさんとおばあさんはゴロ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 薄でキビを引き、きびだんごを、え、嘘だ嘘だ嘘だ、聞いたら、あ、やったー、やだやだ、正解、きびを引いてた、やだやだ、ななかちゃん、諦めて続きを読みましょう。はい、はい、じゃあ、きびを引いてから、やだー、どうですか、きびを引いてからで、はい、じゃあ、きびを引いて、あー、めちゃくちゃ悔しい、やばい、きびを引いて、君を引いてから、はあ、その前、どこからでも大丈夫です。キビを引いて、仕方がないので、おじいさんとおばあさんは臼でキビを引いて、え、合ってる？今のところどうなんだろう。おばあさんゴロ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 がなかった。あ、ねえ、やだやだ、ちょっと待ってください、ちょっと。どこどこどこ、もう悪
悪いことは？もう惜しい、惜しい、逃したかった桃太郎を、え、なぜ？もう悪いことを、あ、もう悪いことは、おお、まあ悪いことはになってた。やだー、もう見逃したかった桃太郎。そのあとから行く？うん、待って、もう悪いことをしないとから行く、そこからにしときます。そうしよっか、そうしよっか、もうなんだよね。もう悪いことをしないか、桃太郎が尋ねますと、鬼たちは、高三高三、もう決して悪いことはいたしませんと言って、宝物を桃太郎に差し出しました。桃太郎は金銀三個の宝物を山のように手車に積んで家に帰りました。桃太郎が無事に帰ってきたので、おじいさんとおばあさんは大喜び。それから桃太郎、おじいさんとおばあさんと一緒に、いつまでも楽しく幸せに暮らしました。あー、すごい幸せだね、すごい、スイッチが入れない、え、すごいよ、やだ、すごいよ、やだ、すごいよ、もう途中からもうね、もうね、お願いだからうまくいって、やっちゃう、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。